キングプリンスのファン待望の新シングル、ムーブがリリースに向けて盛り上がりを見せています。そして、その舞台裏には彼らの魅力と情熱が詰まっています。最新シングルの初回限定版 B に収録される、ムーブのミュージックビデオメイキングのティザー映像が公開され、ファンは彼らの新たな一面に胸が高鳴ります。このティザー映像では、 キングプリンスのメンバーたちがスタジオでの撮影に臨む様子が垣間見えます。彼らの真剣な表情とプロフェッショナリズムあふれる姿勢が彼らがどれだけ音楽に対する情熱を持っているかを物語っています。メンバーたちが楽曲に合わせて踊るシーンやカメラに向かって魅力的にポーズを取るシーンなど彼らの魅力が存分に詰まった映像となっています。また、 メイキング映像では、スタッフたちの熱心なサポートも垣間見ることができます。撮影現場での和やかな雰囲気や、メンバーたちとスタッフが協力して作り上げるクリエイティブな空気が、このミュージックビデオの完成度の高さを裏付けています。さらに、このティザー映像はファンにとっては、待ち遠しい予感をかき立てるものとなっています。彼らの新曲、ムーブの世界観や、 メンバーたちの魅力的な表現力が詰まった映像はファンにとってはまさに一大イベントとなることでしょう。この最新シングルムーブのリリースを前にファンはますます彼らの活躍に期待を高めています。彼らの音楽活動がますます躍進する中彼らの魅力と才能が世界中の人々に伝わることを願ってやみません。キングプリンスがファンに 特別な贈り物を用意しました。彼らの CD デビュー6周年の記念日である5月23日期、彼らの15枚目となるシングル、ハーフムーン、ムーブが、ついにリリースされます。この日を待ち望んでいたファンにとって、これは驚くべきニュースです。さらに、発売に先駆けて、初回限定版 B に収録される、ムーブの、メガボルトシューティングビハインドザシーンズのティザー映像が、 YouTube King&Prince チャンネルで公開されました。ファンは、この貴重な映像を通じてキング、King&Prince の創造的なプロセスに触れ、彼らの仕事への情熱と才能を感じることができるでしょう。Half Moon, Move という新曲は、彼らの多様性と音楽的成長を示す素晴らしい証拠です。King&Prince のファンは、これまでにない新しいサウンドと、 魅力的な歌詞に耳を傾けることができます。そして彼らがこれまで以上に輝いていることを確信するでしょう。この新曲のリリースはキングプリンスがこれまで積み重ねてきた成功に対する感謝の現れでもあります。彼らのファンは彼らの音楽の旅を支え共に歩んできたことを誇りに思うでしょう。そしてこれからも彼らの成長と成功を見守り続ける。 ことでしょうこの素晴らしい日を記念して、ファンは、ハーフムーン、ムーブを聴きながら、キングプリンスの素晴らしい6年間に思いを馳せる、ことでしょう。そして、彼らの未来が、さらに輝かしいものであることを願ってやみません。5月23日、待ちに待った、ムーブのメガボルトが、ついに公開されます。このメガボルトは、 撮影に挑むメンバーの表情や作品に対する思いを語ることでオンオフの表情を楽しむことができる作品となっています。30年前のテイストにこだわったこの作品は古き良き時代の雰囲気を思わせる映像とそこに散りばめられた懐かしいアイテムが必見です。制作に携わったメンバーたちは撮影に望む様子や楽しみを共有し、それが 作品に反映されています。彼らの情熱と想像力がこのメガボルトに息づいていることは間違いありません。また30年前の雰囲気を再現するために使用された衣装やセットデザインにも注目です。過去のエッセンスを取り入れながらも新しいアプローチで映像を構築することで視聴者は懐かしさと新しさの両方を味わうことができるでしょう。 ムーブ、メガボルトは5月23日に公開予定ですが、その前に公開された予告編からも期待度が高まっています。予告編ではメンバーたちの活気ある姿や30年前の雰囲気を感じさせる映像が織り交ぜられており、これからの本編公開がますます楽しみになります。このメガボルトはただの音楽ビデオではなく時間を超えて 魅力を放つ作品として多くのファンに愛されることでしょう。公開まであとわずかですが、その日が待ち遠しいですね。一緒にムーブの世界へ飛び込みましょう。生田絵里花、キングプリンスチームが5月18日18時よりフジテレビ系で放送されるミュージックフェアに出演する。生田は自ら作詞作曲したノーワン・コンペアーズを歌い、 竹内マリア、元気を出してをカバー。番組初登場のチームは、ファーストシングルの表題曲、サミダれサミ先輩である BTS の大ヒット曲、ダイナマイトをパフォーマンスする。キングプリンスが、デビュー5周年を祝し、ファンに贈る特別なメドレーが、ついに発表されました。この特別なイベントでは、グループがそのキャリアの中で特に愛されてきた楽曲を、 披露し、ファンの心を満たすことが期待されています。その中でも、ファン待望のメドレーには、感動的なラブソング、コアズライと、感情豊かなバラード曲、ハーフムーンが含まれています。これらの楽曲は、キングプリンスのユニークな音楽スタイルと、メンバーそれぞれの魅力的なボーカルで知られています。コアズライは、その甘く切ないメロディとともに、恋の葛藤や喜びを描いた歌詞が、 ファンの心を足づかみにしてきました。この曲は、キングプリンスが愛をテーマにした楽曲で魅了する、力を示す素晴らしい例です。一方、ハーフムーンは、小林武史氏のプロデュースにより生まれた、バラード曲で、メンバーの深い感情と、繊細な表現が融合されています。その美しい旋律と歌詞は、聴く者の心に深い感動を呼び起こすことでしょう。 このメドレーの発表は、キングプリンスが、ファンに対する感謝の気持ちを表す素晴らしい機会でも、あります。彼らの5年間の旅路に感謝し、これからも、ファンと共に歩んでいく決意を示すものです。そして、これらの特別な楽曲を通じて、彼らの音楽がますます多くの人々の心に響く、ことを願っています。ファンは、この特別なメドレーで、 キングプリンスの輝かしい5年間を称え、彼らのこれからの活動に期待を寄せています。彼らの音楽が今後も世界中の多くの人々に愛されることを願ってやみません。フォローしてくれてありがとう。皆様のご支援に心から感謝します。これからも私たちはより魅力的で、 クオリティの高いコンテンツを提供し、あなたのエンターテインメント体験をさらに豊かにすることに全力を注ぎます。当チャンネルは常に新しいアイデアとクリエイティビティを追求し、視聴者の皆様が楽しめる多彩なビデオコンテンツを提供しています。私たちの目標は、視聴者の皆様に常に新鮮な驚きと感動を提供することです。